はいどうも、エイプフィットネス周平です。今日は大会まで今あと5日になってます。で絶賛ローカーボ中ということで、ローカーボ5日間ローカーボしてるんですよ。で今回はカーボディプリート、前回の大会カーボディプリートやったんですけど3日間。今回はやらないっていう感じだったんですね。5日間ローカーボにして炭水化物を 100g 以下にしてカーボアップ迎えようかなっていうところだったんですけど、ちょっとまあ3日ローカーボやってみて、あと2日ディプリートちょっとやろうかなっていうところだったんで、ローカーボの様子、大体ほぼほぼ本当に同じような食事してるんで、どんな食事してるのかっていうところと体の変化についてはもう毎朝、動画撮ってますんで、そのあたりもお見せできたらなと思います。はい、でもこの段階で1食目もう食べちゃって、2食目3食目はもう作って動画にも撮ったので、そのあたり、どんな感じで食べてるのかっていうのと、あと夜ご飯。全部で4食食べる予定なので、4食の様子を撮影できたらなと思います。まあ、ディプリート、そうですね。まあ、今日明日ディプリートして、あさってが大会3日前。から一応ちょっとずつカーボアップするっていう感じですかね。まあカーボアップの、まあ、動画とかもちょっと見せていけたらなっていうところはあります。でちょっと見ていきましょうか。すいません、画質ちょっと悪いですね。携帯のインカメで撮ってます。はい。ではまず1食目からいきましょう。本日の1食目はこれです。卵全卵3つに鮭が 50g、 豆腐 100g にキムチとアスパラガス玉ねぎです。茹でた鶏肉をここにぶち込んでます。今朝ごはんを抜いて2食目か、11時、今半なんで、今からちょっと食べようと思うのが、この鮭のちょっとあまり、ちょっとすみません、汚いですね。と、卵、多分1個ぐらいかな。と、野菜。で、これが3食目。トレーニング前かな、1時間半前か1時間前ぐらい。で、トレーニング後。と、夜ご飯。豆腐とキムチと鮭。で、今日の食事は終わりです。で、明日からはカーブアップということで、ディプリート最終日こんな感じで食べていきます。これ以外はもう何も食べないですね。あとは水、今日は4リットルかな。昨日まで6リットル。今日4リットル。明日も4リットル。2リットル。2リットル。みたいな感じで下げていきます。では。今日のトレーニングはあそこです。はい、今言いたいので最後の背中と腕かなやってきました。なんか参観日みたいでちょっと恥ずかしいっすね。知り合いの職場っていうのはね。じゃあこれからご飯食べて帰ります。これとあと1食食べて寝ます。明日からカーブアップ楽しみです。
はい、夜最後の食事はこれです。鮭とアスパラ、玉ねぎ、豆腐、キムチ、鮭は 100g かな、豆腐は 150g です。これで食べてみます。うん、お腹減りそう。はい、5日間のローカーブ、3日間のローカーブとあと2日のカーブディプリートが終了しました。今日が、その5日目の最終日の夜、もうご飯も全部食べたんで、本当に最後になります。明日からカーブアップをやっていくんですけど、そのカーブアップの様子も一応出せていけたらなと思います。まああんまりこう爆食いはせずに徐々に上げていく感じで、体の変化も見ながらちょっとそれも出していけたらなと思います。で最後にリプリート前の体の状態と、リプリート後、明日の朝の体の状態を出して終了にしていきたいと思います。この動画を見ていいなと思ったり、応援してくれる方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you, I'm warm, I'm gone.